こんにちは、つっちです。今回は、千葉県、東洋カントリークラブ、インコースの16番ホール、レギュラーティーからピンまで131ヤード、ショートホール、攻略を紹介します。16番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショットやや打ち下ろしのショートホール。ティーショットは M グリーンの右側にバンカーがあるのでキャリーボールで攻める。 S グリーンは左に引っ掛けないように注意しよう。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。インコースの16番ホールはパー3。レギュラーティーからピンまで131ヤード。ハンディキャップは18、やや打ち下ろしのショートホール。難易度は18ホール中18位。平均スコアは 4.07、 平均パット数は 1.9。 100切りの人は1オン2パットのパー3チャンスです。インコースの16番ホールパー3、レギュラーティーからピンまで131ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、やや打ち下ろしのショートホール。ティーショットは、M グリーンの右側に、バンカーがあるので、キャリーボールで攻める。S グリーンは、左に引っ掛けないように、注意しよう。インコースの16番ホール、パー3。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。こんにちは、つっちです。今回は千葉県東洋カントリークラブインコースの17番ホールレギュラーティーからピンまで250ヤード、ミドルホール、攻略を紹介します。17番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット、打ち上げのミドルホール。ティーショットは、フェアウェイ左右のバンカーに注意して、ストレートに打つこと。セカンドショット、セカンドは、M グリーンの場合、グリーンが縦長なので、2オンに成功しても、ロングパットが残ることがある。クラブ選択に注意し、ピンをダイレクトに狙いたい。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。インコースの17番ホールはパー4。レギュラーティーからピンまで250ヤード。ハンディキャップは12、打ち上げのミドルホール。難易度は18ホール中8位。平均スコアは 5.35、 平均パット数は 1.94。 100切りの人は3オン2パットが無難です。インコースの17番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで250ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、打ち上げのミドルホール。ティーショットは、フェアウェイ左右のバンカーに注意して、
ストレートに打つこと。インコースの17番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、セカンドは、M グリーンの場合、グリーンが縦長なので、2オンに成功しても、ロングパットが残ることがある。クラブ選択に注意し、ピンをダイレクトに狙いたい。インコースの17番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。こんにちは、つっちです。今回は千葉県東洋カントリークラブインコースの18番ホール、レギュラーティーからピンまで416ヤード、ロングホール、攻略を紹介します。18番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット、左ドッグレッグのロングホール。ティーショットは、左右に OB があるので気をつけたいところ。セカンドショット、打ち下ろしのセカンドは左ドッグなので谷越えに注意し、グリーン手前のバンカー前に刻みたい。サードショット、グリーンはやや砲台で花道も狭いので慎重なアプローチを。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。インコースの18番ホールはパー5。レギュラーティーからピンまで416ヤード。ハンディキャップは6。左ドッグレッグのロングホール。難易度は18ホール中1位、平均スコアは 6.73、 平均パット数は 1.98。 90切りの人は4オン2パットが無難、100切りの人は5オン2パットが無難です。インコースの18番ホール、パー5、レギュラーティーからピンまで416ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、左ドッグレッグのロングホール。ティーショットは、左右に OB があるので、気をつけたいところ。インコースの18番ホール、パー5、セカンドショットの攻略ポイントは、打ち下ろしのセカンドは、左ドッグなので、谷越えに注意し、グリーン手前のバンカー前に、刻みたい。インコースの18番ホール、パー5、サードショットの攻略ポイントは、グリーンは、やや砲台で花道も狭いので、慎重なアプローチを。インコースの18番ホール、パー5、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。次回はアルファツダカントリークラブについての動画を投稿します。見逃したくない人はチャンネル登録してお待ちください。